ウェイヨーどうも、かけまるです。本日ですね、いつも応援してくださってる皆様へ、かけまるからご報告がございます。何個だ？結構あるんだよ。おう！もう、ご報告が。なんで、一個ずつ皆さんにご報告していくので、ぜひね、最後までご覧ください。まず、一つ目は、おいしょ！さあ、なんだなんだなんだ、この度なんとなんとネイル変えました。そのみんなもほんとがっかりしてる。 あれか、そう、あれですよ。僕からいいですか？もうじゃあ、やだ、ボケそうだ。ちょ、言わせてください。マジで絶対ボケる。ほんとに俺も絶対ボケんなよ。マジでボケる、絶対ボケんなよ。本日かけまるのかける、なんと大便4回、気を取り直しまして。はい、そんなんいいですよ、もう。はい、はい、一つ目のご報告、はい、かけまるついに LINE スタンプ発売決定しました。イエーイ、お待たせしました。かけまるなんと、もう本日のこの時間から、はい、かけまるの LINE スタンプがね、発売しています。こちら、こんな感じです。もうめちゃくちゃ可愛いですね、うん、もういろんなシーンに使えると思うのでね、皆さんぜひかけまるの LINE スタンプたくさん使ってください。もう好きな人とかね、めちゃ送ったらね、うん、長続きします。それっていうのやめな。しかも、あの、片思いしてる人にもこの LINE スタンプを使えば付き合えます。はいね、詳しくはね、こちらの概要欄にリンク貼ってる欄あるので、そこから飛んでください。皆さんお願いします。はい、じゃあもう本日はご報告がたくさんあるので、もうパッパでいきます。はい、一つ目、かけまるの公式インスタ開設しました。今まではね、僕のインスタとななちゃんのインスタ、個人アカウントしかなかったんですけど、本日よりかけまるの公式インスタ開設されました。はい、なんか今まではね、偽アカとかあったんですよ。あったね、かけまるの。結構フォロー多かったよね。そう、なんか多くて、みんなも意外とフォローしてたから、びっくりしたんですけど、本日よりちゃんとね、かけまるの公式アカウントということで、僕たちの撮影の裏側だったり、2人のね、なんかラブラブしてる写真とかをマネージャーの深谷さんがね、投稿してくれるらしいです。はい、はい、じゃあ皆さんもね、ぜひフォローして僕たちのこともいっぱい見てください。はい、ちょっといいですか？はい、あのですね、私最近 SNS によく深谷さん載せるんですけど、はい、まあ多いコメントが、深谷さんかっこいい、深谷さんイケメンってことは、もうこれ深谷さんの寝室ってことですよね。深谷さんの写真も載るってこと。そうなんですか？多分みんなその方がフォロワー増えるんじゃない？深谷さん何そんな人気なの？人気マジやばい。マジ？かっくん載せた時よりめっちゃ来る。は？それは俺黙ってらんねえよ、マジで。残り3つ皆さんにご報告があります。はい、ご報告3つ目、かけまるなんとオリジナルアパレルグッズ発売しまーす。みんな多分気づいてたんじゃない？いや、気づいてたし、多分結構前にさ言ったじゃん、俺らアパレルしますみたいな。その動画をね、見てくれてた人たちは多分ね、気づいてくれてると気づいてる人もいたと思うんですけど、本日よりなんと出します、スウェットですね。はい、かけまるスウェットです。で、色がですね、なあちゃんが今着てるグレー&ネイビー色で、僕が着てるブラックかけるイエロー、そして最後自分の名前入れてきた最後ね、こちらの色もめちゃくちゃ可愛いです。これ可愛いよね、ブルーとオレンジのスウェットです。でね、販売期間なんですけど、もうすでに発売してます。はい、数量限定で、なんとなんと、はい、在庫がなくなり次第終了となるんですよ。はい、まあ、今ね、もしね、焦ってそのサイトに飛んでる人いると思うんですけど、そういう人は一回サイト行って、また戻ってきてください。最後に重大発表するんで。はい。で、今からね、その、この、僕たちのアパレルグッズの説明ね、詳しくしていきたいと思います。はい、で、こちらのスウェットなんですけど、まあ、ブランドではないです、まだ。二人で考えたオリジナルアパレルということで。はい。一からやったね。本当に、生地から、もう全部、形まで、デザイン、二人で考えました。はい。で、こちらのね、気になる生地なんですけど、うん、かなりいいです。いいよね、これ。今までファングッズ何個か出してきてるんですけど、もうファングッズではないです、まず。で、あとは、
生地はもう本当にしっかりしてて、そう、裏起毛じゃないからね、春先まで着れる。春は1枚で着れますね、うん、で冬だとこれプラス上にアウター着たり、あとは部屋着だったりパジャマだったり何でも使えます。何でも使ってください。本当にで、サイズ展開なんですけど、はい、M、L、XL の3サイズ、はい、3サイズ展開です。はい、はい、で、ちなみに僕たちが今これ着てるこれがですね、L サイズです。はい、僕は L でちょっとぶかって着れるぐらいで、なあちゃんも結構ダボって着れるね。 L は結構ビッグシルエット、 M でも全然着れる、うん、俺も M でも着れるし、うん、XL でも着れる。どのぐらいのダボ感が好きかによる。そうですね、なんであの概要欄のリンクにめちゃくちゃ写真貼ってあるんですよ。はい、パパパパパみたいな、うん、その写真をちゃんと見てどういう感じなのかっていうのを見てサイズを選んでくれたら嬉しいです。はい、そしてですね、こちらのスウェットのこのロゴです。これにはね、深い意味があります。はい、こちらはですね、アガペって書いてあるんです。はい、こちらはラガペ、ラガペ言ってるんですけど、そう、まあ、2つまとめてラガペっていう語呂ですね、はい、このアガペっていうのが神様が人間に対する愛みたいな意味なの、うん、真の愛みたいな、無償の愛ですね。そう、イコールみんなに平等の愛みたいな、はい、で、L はライクホニャララのような、その神が人間を愛するみたいな感じで愛すよって意味が込められてます、うん、それは2人の関係性でもあるし、僕たちとその今見てる視聴者の方との関係でもあるという意味を込めてこの単語を僕たちが作りました。はい、愛してるよって意味ね、うん、愛してるよってみんな、努力したりも愛してるよ、この愛してるがあるから僕たちみんな幸せだよっていう素晴らしい意味が込められてます。はい、はい、もうなあちゃんと2人で寝る暇を押してね、押して寝る間を押して寝る間をなく惜しんでよ、寝る間を惜しんでね、頑張って考えましたね、はい、最高です、はい、結構形も良くなって、はい、最高です。はい、ということで、じゃあ皆さんが一番気になってるお値段です。はい、こちらのスウェットですね、かなりこだわっておりまして、デザイン、生地の質感、あと形ですね、これを一から作るとなるとまあまあの費用がね、かかってしまうんです。どうしてもそういうのも加味してギリギリのお値段を皆さんに僕たちはご提供いたします。まあ普通にさ、俺らさ、パラグラフとかラージとか買うじゃん、まあ、普通に1万超えとかするわけや、余裕でスウェットはね、生地は変わらなくね、これ、さすがに1万は皆さんにとってはちょっと申し訳なさい、買いすぎてる、うん、なんでこちら頑張りまして、お値段なんと税込み7900円でいきます。頑張りました。これ本当に頑張ったのよ、みんな、うん、何回も会議してね、交渉して7900円でスウェットをね、はい、いきたいと思います。自信を持って出せます、この値段で、はい、はい、でこちらのスウェットはですね、数量限定で、毎回数量限定でやってるんですけど、だいたい1日経ったらもうなくなってます、はい、どのグッズも。この前のさ、半袖の T シャツだったり、掛け物パーカーとか全部ね、1日で皆さんのおかげでなくなっちゃうんですよ。はい、で買えなかったみたいな人たちがさ、結構続出して、俺らは申し訳ないなっていう気持ちがあるので、皆さんね、迷っている方はぜひお早めにお買い上げください。はい、全色揃えてくれてることがいるよね、毎回やばい、マジで普通に嬉しすぎる、ね、これね、絶対みんな迷うと思うんだよ、色ね、うん、うちも迷う迷うね、これどれが一番好きって言われたらめっちゃ迷う。だって俺さ、全色着ても俺似合うし、まあ、超似合うよ自分。いや、それはさ、そう、自分の好きな色とかもあるかもしれないけど、いやでもやっぱ無難にグレーじゃないですか。グレーがね、結構いいよ。グレーがね、何でも合うから似合う。そう、まあ黒も何でも合うね、実際。結構黄色も入ってるけど、うん、なんかね、シュッてなるよ、全部、結局は。青もね、これ1枚できたらめちゃくちゃ可愛いからね。制服に着たら絶対可愛い。確かに。JK、そこの JK JD もだよ、JD も。そう、あ、JD じゃない。俺はね、結構ね、青好きかもしれない、個人的にはね。まあ全部好き。じゃあ待って、これマジ可愛いじゃん。うん。もう本当に皆さん悩むと思うんですけど、写真とかね、めちゃくちゃ載ってるので、着こなしが概要欄のリンクから飛んで、はい、皆さんぜひね、かけまるとお揃いにしましょう。はい、ちょっと僕いいですか。はい、前回のこちらの動画で、奈々ちゃん個人ブランドやりますみたいな動画出したじゃないですか。
一緒に出すみたいな話だったと思うんですけど、進展どうだったんですか？あのですね、まあこだわってまして、はい、自分の着たい形、デザインになかなかたどり着けなくて、はい、間に合いませんでした。すいません。まあこれはしょうがないです。本当に、でも本当にみんなに着てほしいって思える服をちゃんと出します。まあ、今後絶対出すからね。はい。で、その私の個人アパレルの販売予定は来年の春頃予定してます。はい、頑張ってください。頑張ります。本当にみんなに早く着てほしいの。うん。みんな楽しみにしててほしいですね。うん、はい、ということで、4つ目のご報告いきたいと思います。はい。こちらご報告というか、ちょっと皆さんに言いたいことなんですけど、TikTok チャレンジあるじゃないですか。はい。今年いっぱい毎月のいいね数上位2名の方が竹丸から私物プレゼントがもらえるよっていう企画をやってたんですけど、はい、あの10月頃からですね、僕たちに私物プレゼントをなかなか発送できていませんでして、はい、気づいたら12月になっていまして、で10月11月12月の私物プレゼントあるじゃないですか。まとめて来年の1月に全員の方に送ろうかなと思ってまして、はい、本当に遅れてしまって申し訳ございませんでした。待ってる方々がいるんですけど、はい、ちゃんと送ります。絶対送ります。でちょっとバタバタとかいろいろしてたんで、1月になったらちゃんと全員分まとめて10月、11月、12月これ私物プレゼント送るので、12月ね、残りまだまだあります。はい、で皆さん、かけまるの YouTube を切り抜いて TikTok にバンバン載せて、かけまるから私物プレゼントもらってください。はい。そしてですね、12月の TikTok チャレンジはもうちょっと例外がありまして、いいね数関係なくかけまる特別賞が1枠あります。はい、2人で選ぶってことですね。2人がそう好きな動画、別にいいね数関係なく、あこれめっちゃいいわ、この動画懐かしいとか思ったやつをピックアップして、その特別枠として私物プレゼントをいたします。はい。なんで全員にチャンスがあるので、絶対に1人10本は YouTube の切り抜きを TikTok に上げてほしいです。課題か。ハッシュタグかけまる拡散舞台をつけて、ぜひ皆さん、はい、これ忘れないでほしいです。うん、はい、ということで最後のご報告です。いきますよ、最後の重大発表に参ります。かけまる1年ぶりにイベント開催します。よっしゃ、お待たせしましたね。お待たせしすぎました。本当は夏にかけまるのイベントやろうと思ってたんですけど、うん、ちょっといろいろ間に合わなくて、念願のオフ会ですね、1月15日にオフ会決定しました。はい、やっと会える。やっとね、応援してくれてる方と直接会うっていうことができる機会ができて、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、皆さん1月15日日曜日、これ絶対開けててください。開けてください。はい、場所は僕たちの事務所のビットスターのラウンジを使って行います。はい、東京の渋谷です。はい、で時間と何をやるかとか、まあそれぞれ詳細は後日かけまるの方から発表があるので、皆さんお楽しみに待っててください。はい、とりあえず1月15日はみんなバイトお休みしてください。はい、2人のそのインスタで多分告知があると思うので、皆さん2人のインスタフォローして待っててください。いや、このスウェットをさ、かけまるのイベントに来てきてくれたらめちゃくちゃ嬉しくない？めっちゃ嬉しい。待って、分かった。何？ちょっといいですか、一つ提案。はい、一回にこれ着てきてくれた人特典つけない？おい、めっちゃいいそれ。え、何それ、めっちゃいいじゃん。え、オフ会の特典つけるとしたらサインじゃないですか？サイン？はい、これに？いや、色紙にその子の名前とかけまるのサインと一言。うわぁ、よくない？いいじゃん。色紙に、え、それありじゃないですか？ありじゃない、二人から。しかもオフ会はさ、まあ、チキを一緒に取ってもらわないとサイン書けないじゃないですか。うん、そうしよう。いいかなこれ。深谷さん、いいっすよね。はい、やった。早っ。はい、ということで急遽このスウェットを着てかけまるのイベントに来てくれた方はかけまるから色紙のサインがもらえます。ね、うん、いいです、マジないです。すごくね。すごい。来てきてください、ぜひ。はい、ということで以上かけまるからのたくさんのご報告でした。ありがとうございます。最後まで聞いてくれた方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、本日こういう形でたくさんご報告したんですけど、まあ、僕たちがこういう活動をできているのは滝沼を応援してあげている皆さんのおかげなので、はい、本当に感謝でいっぱいです。今年もね、あけまるたくさん
動画見てくれたり応援してくれたりして本当にありがとうございます。ありがとうございます。今年残り少ないですけど、今年頑張って来年もねさらに大きくなれるように頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタとツイッターのフォローと TikTok に無断転載もぜひお願いします。お願いします。なので皆さんに本当感謝いっぱいです。はい、ということで次回の動画でバイビー。いやー、オフ会楽しみですね。久しぶりに皆さんね、1年ぶりだよ。やばい、懐かしいね。みんな成長してるね、多分してるね、多分まこさんも来るんですか、オフ会。まこ、オフ会来るよ、1月15行く、来るそうです